さんこんにちは、こんばんのリオララです。なんつってはい、もうなんつって何々みたいなやつ、もうネタ切れ。あれはもう毎回やってるくせに毎回絶対滑ってるし、たくましい背中やな男。これ抱きつきたくならんて、こんなたくましい背中。はぁ、今日の動画はなんと77、なんと服を断捨離したいと思います。もう服をね、なかなか捨てられへんくて、もう溜まりまくって、ちょっと見てくれる？ここまずリオのクローゼットなんやけど、もうここにね、もう水色の服がもう大量に、ぐわーって、もう奥まであって、で、ここにもこんな感じであって、もうね、こことかにもう置かざる応援ぐらいの、この量、畳めやって思ったやつ。その通りや。こんなもん。見てくれてるアパレルショップの店員さんがアンチになっちゃう。すいません、私アパレルショップの店員やってるんですけど、あのクローゼットアリオララさんやばいですよってコメント来てもおかしくないぐらいのこのクローゼット。で、しかもこっちだけじゃなく、こっちもクローゼットなんやけど、もうここにも山積みよ、服が。山積みなってて。で、1段目。はい、こんな感じでね。はい、で、2段目。はい、こんな感じでね。はい、で、3段目。はい、こんな感じでね。水色の服どんだけあんねんって感じだけど。で、まあここはまあズボンがあってみたいなね。なんか斜めってるよな。閲覧注意やあらへんねん。ということで、もうこんなに服あって、もう着いひん服もいっぱいあるから、もう今から、ポンポンポンと、もう捨てていきたいと思います。まあ捨てていく言うても、もったいないから、まあ、オタクの友達にあげるわ。とりあえずもういらんものと着るもので今から分けてがっつり断捨離していきたいと思います。それではやっていきます。せーの、ジャンピングゴー。え、ちょ、まずこっから行くか。もうこっからほんまにいらんもん分けていくで。水色すぎん？なんかさ、ちょ、聞いて。坊主って知ってる？ツイッターの、なんか有名なさ、アカウントあるやん。なんか坊主っていうツイッターのユーザーの人がおんねんけど、なんかいろいろなんちゃら選手権みたいなしてんねん。大阪で美味しい、なんか食べ物屋さん選手権とか、なんかいろいろやってんねん、なんか。で、それで、水色といえばこの人選手権みたいな、やってて、来た来た、リオやと思って、YouTuber のリオララさんみたいな感じで、もう自分から、自分からリップ送って、ほんじゃ坊主からいいね来てん。ほんじゃ、あ、これ採用される思って。ほんなら不採用や。こんな水色愛してるやつおらんで、坊主あいつ見る目ないわ。では、坊主からフォロー返ってきたよ。どうでもいいな。坊主話どうでもいいやんな。でも坊主からフォロー返ってきたから、もう付き合いやっちゅう話やん。じゃあもうとりあえずやっていくで。もう今回はな、もう水色やからと言って、やっぱりこう水色やから置いとくとか、なしで。もうそういう情とかなしで、ガンガン水色の服でも捨てていきたいと思います。壁ドン懐かしくない？エリオあれやで、お兄ちゃんの友達に壁ドンされたことあんねん。で、そのままチューした。やばくない？これはい、いる去年買ったばっか。これはマジで可愛いのに着てないけどいる。これはこれちょっと高かったんで。迷う。でも同じような服いっぱい持ってんねん。ほら見て、同じような服やろ。こっち捨てちゃう。いやー、やだ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 、水色置いとく、やだ、うん、置いとく。切る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 、あ、やばい、全部切る、どうしよう、全部切るわ、これラチ開かへん、これちょっとボツかもしらん、この動画。ただただリオが自分の持ってる服を眺めて終わる動画かもしらん。あ、これはいらんかもしらん、このダウン。いや、でもいるわ。これはマジでいらん。これ一回京セラドーム着ていってコンサートでしかこんな服着られへんやん。こんなさ、天使の羽なんかついて、だからいらんねんけど、めっちゃ高かったん、これ2万弱してん。だから置いとく。しかもな、あれや、インスタのリオのインスタのアイコン、この服着てるやつやから、記念やから、やっぱインスタアイコン採用したような洋服やから置いとくわ。これいらんな、これいらんわ、うん、これはいらん、マジでいらん。いや、いるか。ちょ、わかんない、あかんない。ま、ちゃんとするわ。これいらんわ。これいらん。いや、これ、じゃあもう、うん。これいらないです。多分、キーヒン気がする。はい、これいらん。見て、これ。ゆうと。クリケで作った。やばない？ゆうと中島。ゆうとの生まれた1993年。
って言うといる、絶対いる、さすがにいる。ちょマジで断捨離する気はあんねん。でもなんかもうミスエルを手放すってなんかこんなに心苦しいんやな。なんか今本気出したら泣けるかもしらん。一回ちょっとここのゾーン諦めさせて。ここのゾーン諦めて、こっち水色じゃないんよ。こっち水色ゾーンじゃないから、ちょっとこっち、ちょっと捨てていくわ。で、こっちさ、捨てまくったらさ、ほんまに水色の服しかなくなるけどな。もう元彼に言われてるから。リオさ、リオの嫌なとこほんまに一個もないねんけど、唯一、ちょっと嫌なとこ見つけてしまって、水色の服ばっか着るのやめてほしいって言われてるから。水色着すぎて、なんか知らん間に人傷つけてるから。とりあえずもうこれ着いひんなと思ったら捨てていくで。あ、これいらんな。これいらん。これクマみたいなやつ。これクマみたいやからいらん。着太りするし。こっちは服はな、服は着汗重視でやってるんすわ。着太りする服はバン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 捨てていきますよ。これいらんな。あ、リオラっぽくなくない？リオララっぽくないよな、これ。あ、スギちゃんっぽいよな。このキキララちゃんのパーカーが欲しすぎて、もう死ぬほどいろんなとこ回って探して、やっと見つけて買ったくせに、一回ぐらいしか来てないねん、これ。終わってんな、ほんま、リオ。あ、でも置いとくで、もちろん。なんかもう今捨てる勢いやったけど、もちろん置いとくで、キキララやから。これ、いらんくない？でも高かったもん、これ。これで、ワトインの、なんかファンクラブイベント行った。あー、もうこの服といえば、ほんまにそのワトインのファンクラブイベント思い出す。うわー、あー、ふーくんとか、ワトインのメンバー6人が、これ、この服視界に入ってんのやばない？なんか置いとく、置いとく、置いとく。これいらんか。これいらん。うん、もうこれもいいわ。うん、もうなんか同じようなやつはちょっともう絞ってちょっと捨てていくわ。じゃあ次こっち、こっち見ていくわ。あ、これ絶対着ひんな。これ絶対着ひんわ。ほらリオララっぽくないやろこれ。ほらほら、ここはクマなってまうわ。こんな誰がクマララや。うわ待って、この服、この服な、あれやで、あの、ワトインのクリスマスライブ行った時に着ていった服なんやけど、うわ、待って、無理、この服な、あのな、ワトインのクリスマスライブ行った時に着ていった服なんやけど、ふーくんとノアくんとこの服着て、リオツーショット撮ったんや。で、これ着てノアくんの前行ったら、ノアくんが、なんかその服、トナカイと同じ色だねって言われて、なんで茶色の服着ていただけでトナカイと同じ色やねって言われなあかんねんと思って、もうその瞬間にノア君に言いたいこと全部ぶっ飛んでもうて、あ、確かにとか言って、どんな会話やねん。そういう思い出のノア君との思い出の服なんやけど、まあ、やっぱね、ノア君がそう言ってくれたから置いとくよね。うわ懐かしい、この服、この服さ、去年、ジャンプの、あの、有明アリーナの時に着ていた山菜服なんやけど、なんかもうこの服見るだけで、コンサートの思い出が蘇ってくるんやけど。いや、ほんまに懐かしい。あれは、雨が降り続いていた日の夜だった。私はコンサートを楽しみに。あ、この服、ちょ、聞いて、この服。悪いことした人と面会ができるんちゃうかっていう感じの、なんかスケスケのセーターなんやけどな。まあ、夏にでも着れるなんか、ニットみたいな感じやねん。もうスッケスケやからな。おばはんの手袋みたいやろ。これさ、可愛いと思って買って、コンサートにも着ていったんよ。こう夏やからさ、汗がつくやんか。だからさ、洗うやん、このニット。ほんじゃ、洗ったら、伸びて伸びて、ほんまに。洗っただけでめっちゃ伸びてヨレヨレなんよな。ヨレヨレやけど、でもなんか高かったし置いとく。あ、これいらんやろ、これいらんやろ、このピッチピチの T シャツ、これいらんわ。これ首こんななるんよ、ほんまに。何、平成フラミンゴさんのサムネイルですかみたいな状態になるんよ、ほんまに。これいらんわ、これいらんな。なにこれ、なにこれ、見てくれや、革のフレアパンツ。似合うか？アホか？なんで買ってんこんな。草やねんけど。見て。こんなミニスカートリオ履けるか？アホちゃう？で、ちゃんと着てへんな、これ。結局痩せられへんねやったら、痩せれることを願って買うな。痩せてから買え、じゃあ。絶対痩せると思って。太ってるのに。痩せた時に履く用のスカート買うな。いらんわこんなん。痩せへん痩せへん、もういいよ、一生デブでいいです。うわー、2020年めっちゃ着てたな。
バイバイする。ありがとう。ちょっと、もう、来てなさすぎてまだタグついてんねんけど。これなんか一回も動画でも紹介したわ。ZOZO タウンかなんかで買ったんやけど、あの動画では、いや、かわいいかわいいみたいな言っといたんやけど、正直、ピッチピチ。どうせ、これもちょっと断捨離させていただきます。出た、ムワムワ。これな、あの、平成ジャンプの曲で、ムワムワって曲があんねん。マジでもうこれ。平成ジャンプのシングル曲のタイトルなんやけど、あー、ムワムワやーと思って、買った。断捨離。うわー、ピッチピチやったやつー。自分が細いと勘違いして、買って、ピッチピチやったやつー。ムカつくけど断捨離。元彼とのペアルック。うわ、見て。高校の時の制服、スカートこれ。で、これやねん。え、結構可愛くない？結構制服可愛い方やった。まだ JK いける。リオもう24、今年25の年なんやけどさ。まだいけるな！まだ高校生通用するくない？ギリギリ。いけるぞ。おーおー、いけるなり、まだ高校生いけるわ。これ全然 OK。じゃあ次ユニバに着ていこう。OK。じゃあ続いて、もうこっちの棚をガンガンに捨てていきたいと思う。うわ、どうしよう。これ結構ダボダボのジーンズなんやけど、リオが着たらピッチピチになんねんな。いやー、でも痩せたら履く、痩せたら履く、痩せたら履く。これはマジで、このマウジーのスキニージーンズ、これマジで、もう冗談抜きで、8000回ぐらい着てる。ほんまに。これはもう間違ってでも捨てられへん。大丈夫。これからもずっと一緒だよ。大丈夫だよ。安心して安心して。これさぁ、もう聞いて。ちょっとした短パンなんやけど、もう、頭抱えるほどピチピチ。もうウエストがこれもうほんまにもう、締まらんくて、まずここが。もう、ここをもう太ももパッツパツ。もうこのズボンが泣いてたよな。でもこれさ、痩せたらさ、履けるやんか。な、痩せる時が来るかもしれないから置いとくわ。来ましたー。ここはもうほんま断捨離していかないとあかんよ。何これ、シワシワやんけ、シワシワやん、ほんま。何これ、あーこれ、腕ピッチピチやった。あーこれももう十分来た、いっぱい来た。あーこれ、いやーこれもいいか、捨てる。シワシワやこれ。もうカッピカピやこれ。なんやこれ、干し柿みたいになってんねんけど。なんやこれ、干し柿の服はこれ着られへんな。こんな感じでもう水色の服も思い切ってちょっとお別れします。ちょっと今からクローゼットを綺麗に整理整頓していきたいと思います。うわじゃーん。元彼にもらったパーカー。いや、なんか元彼にもらったものとか、元彼との思い出のものって、なんか今まで結構捨ててきたんやんか。やけど、これは置いとくわ。なんか着心地ええねんな、これ。ちょ、これさ、ZOZO で買ったやつさ、いるかな？これだけ見たら可愛らしいやんか。ちょ、着替えさせて。なんかめっちゃ変やねん。ちょ、待ってや。ちょ、見て。え、絶対いらんよな。リオ、韓国アイドルか何かになれると思って買ってんけどさ。ごついし、なんか。いや、絶対いらんやんな。ほんまにいらんやんな、これ。変やもん。なんかごついし。何が韓国アイドルじゃって感じやんな。え、ちょっとさ、帽子も結構あることに気づいて、ちょっと帽子の断捨離を今からな、していくわ。まずこれ。セカオは？これはないなぁ。これは捨てろ。捨てろってないね。これは、あ、これはほら。マスクしたらほら見て。ちょっとなんか強太っぽいな。うわ、ニット帽被ってたなぁ。リオララ全盛期。もうなんかこれ、被ってないもん。もう、被せられてる。うん。ニット帽側の気持ちからしたら。僕、この人の頭嫌なんですけど、無理やり被せられてるんですって、なんか聞こえるわ、これ。いや、なしやな。なしすぎるわ。でも置いとく。なんやねんな、それ。うわ、もう何これ。ふわふわのキャップ。
暑いんか寒いんかどっちかはっきりせえやって感じやんな。これはいらんわ、さすがに。これコンサートに被っていったって。平成ジャンプクリスマスイブにさ、コンサートがよくあったから、その時いつもこれ、被ってたんやけど。マジ草は影のいたり草やねんけど。キャスケット、知ってる？昔リオキャスケットばっか被っててんで。オタクみんなキャスケット被ってたよな。で、リオだけじゃない。いつやろ？いつの時代やろ？ 2019 とかちゃう。もうオタクみんなキャスケット被ってた。もう今少ななったよな。今はもう被ることあらへんな。あー、これね。これ、ジェイダのこのバケハ。これ可愛いなと思って買ってんけど、被ってみたらさ、バケツ感すごくてさ。なんか頭でっかいやつが被ったらこうなるんやろうな。あ、このジェイダの帽子はもうほんま乗ってるだけ。被ってない。乗ってるだけやね、これ。うわ、これこれこれ。これよ。もうオタクがみんな被ってた。ジャニオタ。もうジャニオタ一時期これ、レザーのキャスケットみんな被ってたよな。で、リオもちょっと流行りに乗ってずっと被ってた。可愛いな、キャスケットって。なんかちょっと小顔効果もあるしな。いや、でも一応置いとこう、これは。はい、ということで、整理整頓終わったんで、今からちょっと見せますね。まず、ここの棚。まあ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 、変わらんかな、まあここは。で、次ここ。で、3段目が、ここ。もう水路じゃなくなった。で、こう。でででーん、ででででで、でで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 、でででででなんということでしょう。あんなに足の踏み場がなかったウォークインクローゼットが、きれいさっぱり片付きました。でででん。こんだけ断捨離成功しました。もう下にもいっぱい山積みになってるからな。まあほんまに新しいやつとかはメルカリ出品したり、友達にあげたり、親戚にあげたりして、他はもう全部捨てます。お世話になりました。いっぱい着させてもらいました。いっぱい裸を隠させてもらいました。ありがとうございました。今まで、はい、私の裸を守ってくれて、どうもどうもありがとうございました。はい、ということで、断捨離動画は以上になります。最後まで見てくれてありがとうございました。明日も一日頑張れ、レッツゴー。以上、リオララでした。バイバーイ。